ああ、面白いね。ダイアナさんの作品は好きだから、開いてみたらとても面白かった。ハウルの動く城の時も、まあ、いざ取り掛かってみたら大変な目に遭いましたけども。で、まあ、今度の、アヤのやつはね、これはまあ短いし、で、非常に辛辣だしね。でも、それに負けないものもあるし、だからこれは面白いんじゃないかっていうふうに思ったんです。だからあえて魔女に出会った時に、あ、これはアニメーションにする可能性が生まれたなと思った。どういうふうに作るかはそれぞれやる人間が考えればいいけど、これはこんないい企画はないなと思った。